何度今31度、外気温31度ですね。暑いわ。こんな草暑い中やっぱ誰もやるかないよね。人少ないっすわ本当に。疲れた。疲れた。まあそれはいいとして、今回はですね、まあもう聞き飽きたっていう方いらっしゃるかもしれないんですが、オデッセイ RB3 アブソルトですね、私の乗ってるこの車の、いいところをですね挙げて、褒めちぎろうじゃないかという動画を撮ろうかなと思います。で、まあ、この車がね、いい車だっていうのはもうね、これまでの動画の中でも再三にわたって、ちょくちょく言ってきてますし、まあ、それもね、私がこう初めてあげたじゃないな、2個目であげた動画かな。はい。でもう今見るとだいぶ暗い感じで喋ってますけど、2個目にあげた動画で、まあ、この車はやっぱ名車だなというところを、お伝えしたくという動画を撮ったわけなんですが、まあ、その話をねまた改めて今回ちょっとしたいなと、はい、思います。まあ、名車だと思ってるってところはもう全く変わらないんで、はい、あれから3年ぐらい経ってますかね、あの動画撮ってからね、うん。でまあそこが何点なのかっていうのをちょっとかいつまんでポイント絞って話そうと思うんですけど、まあ何点かもちろんねこれ上げてたらキリがないんで、ここだなっていうところはこう言っていこうかなと思うんですけど、まずですね、やっぱり走りが素晴らしいというところですね。そこに、まあ、尽きるんじゃないかな結局は、うん。この車はやっぱり、基本はミニバンじゃないですか。カテゴリー的にはミニバンなんですよ、うん。その上で、走りが、素晴らしいというのはもうね、いろんな方がやっぱおっしゃってますし、うん、結局そこに帰っていくんですよね、うん。やっぱそこがやっぱりこう一つポイントとしてないと、まあ、他がまあ、いくら良くてもこの車は名車じゃないと、うん、名車だというふうに断言できないと、いうところが、まあ、あるのかなという気はするんですよね。でそして、まあ、この車自体はミニバンなんですけど、面白いのがですね、あの車検証でミニバンって括りないんですかね、車検証のカテゴリーとして。ちょっと分かんないですけど、車検証上はこの車はステーションワゴンになってるんですよね。で実際乗ってみるとセダンみたいな感じなんですよ、うん、っていうなんかこうカテゴライズするにはなんか微妙なふわふわした車なんですね、うん。もうなんていうかな、どっちにでも転ぶというか、うん、なんかこう乗る人のカスタマイズというのかな、セットアップっていうのもおかしいな、やっぱカスタマイズですよね。カスタマイズによってなんかいろんな側面が見れるっていう、なんか不思議な車だと思うんですよね、うん。なんかミニバンとしてのこの居住性、中の広さであったり、多くの人が乗れるっていうところは持ってるし、その上、走りはですねとってもよく走ると、ハンドリングも気持ちいい、うん。で実際乗ってみるとやっぱりこの低重心っていうのがやっぱり効いてるのか、セダンみたいに感じるんですよね、うん。でそれがよりこの走りのこの良さっていうのをなんか引き立たせる、うん、引き立たせて、このドライバーに楽しみをもたらしてくれるっていうね、なんかこう不思議な車なんですよね。に求めてるものを、満足させようと思ったら満足してないと思うんですよねこの車。まあね、最終モデル、オデッセイの最終モデルなんかはスライドドアになりましたけど、この車はね、後ろのドアはヒンジタイプですし、うん、やっぱりそういったところもこうミニバンとして今求められてるものが全て満たされてるかって言われたら、満たされてないんですよね。うん、でそこをなんか
犠牲にしてっていう言い方おかしいですけど、そこは追い求めずに、走りの方にこう、特化したというか寄せていった結果今、まあ、こうなったという感じだと思うんですよね、うん、でこの次の世代からまた、そのミニマンっていう方向を、まあ、もう少しまた修正軌道修正してまた持っていったみたいな感じだと思うんですけど、その走りの方向に一旦こうバッと振った方の最終モデルがこの車だと思うんで、そういう意味でもやっぱり走りっていう部分は素晴らしいと、うん、いうのは実際乗っても間違いないなと思うし、まあ、開発のコンセプト的にも多分そうなんだろうなっていうのは、うん、感じますよね、うん、でさっきも言った通りカスタマイズの仕方によっていろいろな面を見せてくれるというか、いろんな風にできるっていうのも面白いですよね、うん、もう RB のその前の世代からオデッセイってすごいあの車外パーツがいっぱい出てるじゃないですか、まあ、そういったところも、この車、まあ、オデッセイ、まあ、RBCG に限らずこのオデッセイっていう車を、オーナーが楽しめる車にしてる、まあ、一つの要因かなとも思いますね、まあ、私はそんなにねカスタマイズしてパーツをいっぱい付けたりとかしてないですけど、まあ、普段走ってるとねやっぱりそういうのも、楽しいんで、ね、パーツ量いっぱい付けた車走ってたりもするじゃないですか、そういうところが楽しめるっていうのも一つ大きなポイントかなと思いますね、うん、まあ、最近の車はそれもうできないですけどね、うん、まあなんだろうベタなところで行くと車高を下げたりっていうのもあるかもしれないですけど、最近はね、カメラとの関連性もあったりするので簡単に車高を下げたりっていうのはできないですからね、うん、なかなかその難しいところありますけど、そういうところがね当然まだあの搭載されてない時期の車なので、いろんな楽しみ方ができるっていうのはあのいいところかもしれないですね、うん、今の車ではできないことなんで、うん、でもやっぱり走りの良さに尽きるんだよね、うん、あとはこの何回も言ってますけど私個人的には、CVT があまり好きではないので、多分現在の CVT ってだいぶ改善されてると思うんですよね、うん、ところがですね私がやっぱり最初に受けたその CVT の時のもう結構前ですけどね、だいぶ前ですけど、その時のイメージっていうのがどうしてもやっぱり頭のこう片隅にこびりついてしまっていて、それがどうしても拭えないんですよね、うん、まあ、そういった点でいくと、まあ、アブソルートになるとこれはね、5速のオートマなんで、まあ、そういったところのなんかこう嫌な面っていうのをこう感じさせないで、いてくれるっていう車っていうのも、まあ、一つあるかなと思いますね。最近はもうあのオートマのモデル自体がそもそもないですよね、ほぼね、うん、やっぱり高級セダンとかになっちゃうんですよね、うん、まあ、一般的に我々がこう、ね、一般庶民が手に入れれる、クラスの車ってなるともうほぼ CVT ですよね、うん、まあ海外の車とかだとね、DCT とかついてたりしますけど、国内に関してはもうほぼ CVT じゃないですか、うん、まあ、そういった意味でもそういった CVT にネガティブなイメージを持っている人がすれば5速のオートマっていうのは一つ魅力かなと思いますよね、うん、まあ、個人的にもこっちの方がよりダイレクト感があってこう乗ってて楽しいなっていうことをなんかよりこうプラスして思わせてくれる一つの要素だと思うので、うん、これもやっぱりいいかなと思いますよね。あとタイヤね、もう再三にわたって言ってますけどタイヤ、これがやっぱりセダン用のタイヤ選べるっていうのはもうこれは本当に強みだと思いますね、うん、まあ、そのタイヤによってレグノみたいなタイヤを選んで、コンフォートな走りの車にするか、もうセダン用であればいいんで例えばスポーツ系のタイヤ履かせて、ガンガン走るぜっていう車にするかね、そういったところも選べるっていうのも、あ、面白いですよね、うん、そういった意味でもカスタマイズする幅がやっぱり広がるんで、まあ、イコール楽しみ方が広がるってことだと思いますけどね、私自身は別にあの大人数乗せることはほぼないんで関係ないですけど、当然後ろはね、
まあ、3列シートではありますけど、3列目はね、床下収納できるんで、畳んでしまえばもうほぼステーションワゴンみたいな状態になりますからね。私の場合はもう3列目は畳みっぱなしなんで、うん、まあ、基本的にはもうステーションワゴンみたいな扱いで乗ってますけどね。ちょっと大きめのステーションワゴンみたいな、うん、感じだと思います。うん、ほんとミニバンって感じはねしないですよ。うん、まあ、車のこの、長さね、長さが時折感じるときに、あ、やっぱミニバンかなみたいなところは思ったりはしますけど、走りとか普段乗ってる時にはこれミニバンっていうあの雰囲気がねほんとないんですよね。これはねやっぱ乗っていただかないと多分わからないと思いますね、どんだけ口で言っても。うん、で私の場合はこれシートもですね、かなりって一番下かな、ほぼ一番下に多分下げてると思うんで、よりこう地面に近いところに座るわけじゃないですか。でなおかつ低床低重心なんで、よりこう、ミニバンという感じをさせないんですよね、この車が。うん、まあ、だからこそ、まあ、こういうスポーツ走行みたいなそういった走りも、まあ、向いてるとも、まあ、言えなくもないかなっていう感じですよね。やっぱ低い位置でこう視線がね、アイポイントが低くなるんで、うん、どうしてもこう走らせたくなるというかね。いい車だと思いますよ。何回も言いますけどね、もう分かったって言うかもしれないですけどね、見てる方からするとね、うん、まあ、そういう方はもう全然動画を飛ばしていただければ構いませんので、はい。 あともう一つあるわ、もう一つ、まあ、この車のオーナーになることの、まあ、メリットというか一つ大きなポイントとしてはですね、希少性ですね。希少性、やっぱりこれだけ素晴らしいって思える車なのに、まあ、残念ながら販売台数は振るわなかったわけですよ。うん、でまあ、当然もう生産も終わってますんで、市場に、ある台数がそもそも少ないですよね。なので、見かける回数も少ないと。うん、最近はちょくちょく見かけるようになりましたけど、見かける頻度も少ないということで、ね、他の人とまあ被らないっていうね、うん、そういうところになんかこう優越感というかそういったのを感じる人であればですね、そういった車の希少性っていうのは、まあ、大いにあるかなと思いますね。うん、RB3 っていうだけでもね台数が少ないのに、私の場合はですね、アブソルートで、うん、しかも本当の最終モデルで、で、ボディ色これホワイトなんですけど、このホワイトもですね最終モデルから色がホワイト変わったんですよね。うん、これも前の動画で話してますけど、ホワイトはホワイトであったんですけど、ちょっと黄色っぽいホワイトだったんですよね。うん、で最終モデルが出るってなった時に、白がより白っぽい白になったんですよね。うん、なので同じ RB3 でも、私が乗ってるこの色の白っていうのは最終モデルだけなんで、より希少性が高いっていうところもあるんですよね。うん、あとはリアの LED のところね、テールランプが、テールランプのところの、デザインも透明に赤の LED で、これも最終モデルだけなんですよね。うん、なのでほぼ市場には出回ってないんじゃないかなっていう、車なんですよ、この車。うん、実は、うん、RB3 としてはねもちろんそれなりに台数は出回ってますけど、その中でも本当の最後の最終モデルっていうのは、ほぼほぼ見かけないんです。はい、本当に台数何台出たのかってちょっと知りたいぐらいですけど、かなり少ないと思いますね。はい、同じモデルと見かけたことあるかな。色違いは 見たことあるんですよね。色違いは見たことあるんですよ、あの黒ね、うん、黒は見たことあるんですけど、同じ白でアブソルートの RB3 の最終モデルっていうのは見たことないような気がするんですよね、今だかつて。
それくらい希少価値の高い、モデルになってしまったんですよね、この車が。なので、さっきの話じゃないですけど、そういったところに、優越感とか、そういったのを求める方は、まあ、選択してもいい車かなと思いますね。まあ、手に入るかどうかは分かんないですけど、デザインも全然いいと思いますし、別にこう違和感を感じないというか古臭さを感じるってことはないんで、まあ、そういう意味でも、まあ、デザインもいいなと思いますしね。なんか欠点らしい欠点がないんですよね。ないんですよ。まあ細かいとこつついていけばいろいろあるかもしれないですよ。ですけど基本的なこうポイントっていうのかな、そこはもう確実に抑えてると思うんで、まあ、使い勝手とかね、そういったところを上げていってしまうと当然使い勝手のいい車っていうのは別にあるので、ね、そことの比較してしまうとね負けるのは当然ですから、そういうことではなくって、いや本当にいい車だと思うんだよな。あとは乗り心地とかね、乗り心地とかは少なくともドライバーとして運転している分にはですね、乗り心地が悪いとは全く思わないですね。まあ、ただやっぱり FF っていう走りはやっぱしてるかなと思いますね。若干あのコーナーリングとかでは山とかでねちょっと攻めたりするとやっぱアンダーステアなりがちだし、高速とか乗っててもやっぱりね、前がまず書いてってるなと思って、後ろが若干ふわっとしてるなっていうところはあるので、やっぱり FF だなっていう、まあ、そういう感じはありますけどね。そういう点では、完全な スポーツを楽しむっていう、走りを楽しむっていう車では、まあ、ないかもしれないですけどね。まあ、ただ十分、楽しめる領域の車だと思いますけどね。そこは全然なんかネガティブなイメージを持ったことは全くないですね。確かに後ろがふわっとしてるイメージはあったので、まあ、リアウィングつけたりとかして少しずつ改善はしたんですけど、まあ、今でもちょっとふわっとしてるかなっていうのは残ってますね。で前に田舎に帰った時に、まあ、うちの母親の田舎ですけど、田舎に帰った時にお米もらったんですよね。お米もらった時があって、米袋を2つ後ろに積んで走ったことあるんですよ。そしたらですね、リアのトラクションがだいぶかかるようになって、なんか走りとしてはなんか四輪ちゃんと使って走ってるなっていう感じになったっていうのは一回感じたことはありますね。なのでまあ原始的ですけど、後ろになんか重し乗せるっていうのも一つありかもしれないですね。そう忘れちゃいけないのはですね、やっぱりエンジンですね。ガソリンエンジンですよ。やっぱりエンジンが気持ちいいね。ここだよなやっぱな、この車は。残念ですね本当に。ホンダのエンジンガソリンエンジンなくなっちゃうんですかね。残念ですね。さあということで、まあ、あまり話しても長くなっちゃうんで、まあ、そろそろこんな感じで、終わろうかなと思いますけれども、まあ、何せ残念なのは、まあ、オデッセイというブランドがなくなるっていうのもそうですし、まあ、この車ね RB3 っていうモデルだけに絞って言えばですね、やっぱりいい車が必ずしも売れるわけではないっていうね、まあ、そこはもうこれ事実ですからね。やっぱりこの時代のニーズとマッチした車じゃないとやっぱり受け入れられないっていうところが多分に大きく要素としてあって、まあ、そこに合わせていかなかったのかいけなかったのかちょっと分かんないですけど、 RB3 っていうこのモデルの方向性を貫いた結果、まあ、販売台数としては振るわなかったと。名車でありながら、ここはまあちょっと残念かなと思いますね。さあということで、今回はですね、私がもう本当に YouTube の動画を上げ始めた2本目ぐらいだよね多分ね、以来の、まあ、オデッセイの
いいところを話そうじゃないかという、やっぱり名車だよねっていう話をしてみましたね。またやってんのかって話ですけど、あれですよ、アマゾンでいうところの、あの令和最新版みたいなやつですよ。オレッセ RB3 はやはり名車だったと、名車だったというか、名車だったと、言わせていただきたいというお話でございました。はい、結構長くなったんじゃないかな今回の動画。はい、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。